16銀行、株式会社16銀行、16銀行、A 賞、ザ16バンク、LTD は、岐阜県岐阜市に本店を置く、地方銀行。岐阜県下では預金、貸金残高は、市中金融機関中3割前後を占める、リーディングバンクであり、東海3県下に本店を置く、地方銀行、第二次銀、信用金庫では、最大規模である。 創業時に指導を受けた第一銀行の流れを組む、第一環業銀行、厳密保銀行と親密だったが、1980年代後半より、三菱銀行、厳密菱東京 UFJ 銀行と親密関係となる。また、日本銀行出身者が2代続けて東取に、就任した時代もあるが、1999年、平成11年6月に日銀及び旧大倉省。 出身者の退任以降、いわゆる天下りが取締役、委員会設置会社ではないので、執行役度はないには存在しない。また、大手都銀からも同様である。単独で存続する銀行としては、国内二番目に古い銀行である。当時、岐阜県下では、三井銀行岐阜出張所が金融の重鎮を担って、きたが、民間業者への融資には慎重であった。そこで、 岐阜町界隈の商工業者が中心となり、渋沢栄一率いる第一銀行、当時は第一国立銀行の指導のもと、1877年、明治10年10月第16国立銀行として開設された。同時期に設立された国立銀行は在京士族による出資が多かったが、第16国立銀行は平民の出資94.4%にて、 設立された。以後、1896年、明治29年に株式会社16銀行となり、明治、大正、昭和期において、岐阜県下大正19の金融機関を吸収合併し、今日に至る。岐阜県内金融機関の近年の傾向として、地盤とする岐阜県は2004年当時、16銀行、大垣協立銀行、岐阜銀行、 岐阜信用金庫の4行庫で預金40%、貸出金62%の河川状態であり、また、地場産業の低迷から、いずれも愛知県への進出、愛知県に本店を置く地銀協加盟業は存在しないを強めている。こうした中、2000年、平成12年以降、旧東海銀行の再編参加により、当時一層の勢力猛進が恐れられていた。 UFJ 銀行に対抗する戦略として、16銀行、名古屋銀行、105銀行の産業で業務提携を締結した。具体的な施策として、名古屋銀行との店舗交換や産業間での M&A への相互紹介、共同商談会等を行い、さらに講述する ATM 相互開放では、愛知銀行を加え、これは地域金融機関連携のモデルケースとして、 全国的に注目されてきた。しかし2005年、平成17年10月、新密都銀である東京三菱銀行の持ち株会社、三菱東京 FG による UFJ ホールディングスの救済合併が実現。追って商業銀行も2006年、平成18年1月に合併し、対 UFJ 法を妹として構築された地域銀行業務提携は、 その再定義が噂された。もともと、東海地方は、無借金志向の企業が多いため、貸出資金利が全国平均より低く、また、貯蓄率の高さから、予対率が低いため、その資金利座屋の改善が課題となっていた、旧東海銀行の東京進出を予新興企業の積極的開拓もこうした歴史的背景からであるが、合併後の校内対立による経営悪化。 とりわけ、中京圏での弱体化は16区にとって、帰化となった。今後の生存戦略の一選択として、銀行間の統合を探る動きも見られる。今後、16銀行を巻き込んだ構図として、考えられるのは、などである。2008年、平成20年11月28日付の、日本経済新聞など、各紙の報道では、同年12月1日より16銀行が、 三菱東京 UFJ 銀行系列で経営再建中の岐阜銀行、岐阜市に対し資本支援するなど、両行が包括的な資本、業務提携に向けた交渉に入ることが報じられている。16銀は数十億円の出資を検討しており、岐阜銀が発行する優先株を引き受ける方法が有力という。三菱東京 UFJ 銀行の地銀囲い込み戦略が進む中で、 東海地方における地元金融機関の生存戦略と16銀行との関係が注目された。2010年平成22年7月30日、岐阜銀行が三菱東京 UFJ 銀行側からの資本支援を行うことを前提に、16銀行は岐阜銀行を2010年度に完全子会社化し、2012年平成24年9月18日に、 九州合併した。前述のように、岐阜県内は、金融機関の河川状態及び、地場産業の低迷による、新規融資の掘り起こしが見込めないため、バブル期には、愛知県内に、積極的な店舗展開を行った。2014年2月現在、県西部を中心に40店舗以上を配置すると、ともに、名古屋営業部内に、法人融資の部署を設置して、 貸ししの増強を図っている。1997年、平成9年の神戸支店、岐阜県開設以来、新規出店は中止し、岐阜県内店舗を中心に15カ店の支店等配合を実施した。また、三河地区の4カ店、大府支店、西尾支店、安城支店、豊川支店を名古屋銀行と店舗交換し、名古屋銀行から高山支店、大垣支店、 赤視店を譲り受けした。この三河地区からの一部撤退は、対象店舗がバブル期に出店したため、各支店はキャッシュフローで黒字であったものの焼却損を計上していたことから、当時は妥当な判断とされたが、その後のトヨタ自動車関連企業をはじめ当地の製造業の公共感から、結果的に失策ではなかったかとの見方もある。 近年の店舗政策としては、店舗網の見直しが一巡したこともあり、愛知県内での営業力強化の一環として、名古屋支店の名古屋営業部への組織変更、岐阜銀行の吸収合併に伴うものを含めた、名古屋区での店舗網、拡充、一部部分撤退した三河地区では、豊田市、刈谷市、岡崎市、豊橋市にローンセンター、住宅ローン業務の専任部署を設置、 特に豊田支店では2007年、平成19年には住宅老残高が全店一位。これまでは岐阜県蟹支店になるなど、好調な成果を上げている。また、岐阜県東加納支店を、はじめ、一部フルバンキング店舗を富裕層特化の個人専業店舗に転換する計画である。また、富裕層向けの資産運用など、コンサルティング業務に特化した新型店舗、プラザを、 岐阜市と名古屋市中区に開設しているほか、静岡県浜松市にも進出する計画がされている。ATMCD 取引での多項利用手数料は、2000年、平成12年以降、近隣多項庫との ATM 相互開放を順次、拡大していった。1993年、平成5年に導入した、情報処理システムである、第三次オンラインは、三菱銀行のシステムを、 パッケージ採用しており、2007年、平成19年7月より稼働した第4次、オンラインも、三菱東京銀行と、日本 IBM 共同で開発に当たった、チャンスクラウドを採用した。これにより、全店舗で外国側せの取り扱いが可能になった。一方、一部既存商品の変更、廃止や、共同運用により収納代行等における、 大口取引先への個別対応が難しくなった。ちなみに16銀の費用負担分は累計で約130億円相当とされる。岐阜銀行を吸収合併することに伴うシステム変更は原則行わず合併と同時に型寄せした。16銀行助し卓球部は1980年、昭和55年創部以来、 日本卓球リーグ実業団連盟に加盟し、トール名支店、2005年10月11日店舗等配合により、配店2階を練習拠点に活動している。数年前、経費削減策の一環として、費用対効果の観点から、廃止が議論されたものの、実業団で有数の競合であることから、当時の首脳部の強い意向により、存続が決まった。2004年、 平成16年度後期日本卓球リーグ山梨、甲府大会において優勝し、前期優勝と合わせて、年間での日本リーグ完全制覇を達成した。名古屋市天白区平張地区の里山開発事業に、対して開発業者に対し融資引上げを示唆することで、COP10 開催中にもかかわらず、間接的に里山開発を促したことが知られている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。